いや嬉しいですね。やはり頑張って練習をしてその結果が出るっていうのは、まあ、結構難しいことで幸運なことだと思うので、最初のうちは、まあ、Day2 にもやっぱりいけませんし、まあ、だんだん結果が伸びてきて今回、まあ、ついにファイナリストなんかになっちゃって、今日が、まあ、今までの人生の中でも一番稼いだ日だと思っています。で、まあ、このセリフをグランドファイナルの日にももう一回言えるようにしたいなと思っております。